覚悟はいいか。全米が吐いた。失神者続出。超過激ホラー。鑑賞は自己責任で。テリファー、終わらない惨劇。皆様こんばんは。MPDR 内情運営者のミミカモフと申します。本日は新作ホラー映画、テリファー終わらない惨劇を紹介していきたいと思います。今作は、まあ、続編になりまして、ただ続編ですが、前作をそこまで知らなくても楽しめる内容となっております。本日はこちらの作品の特徴を3つをまとめて紹介していきたいと思います。それでは早速、あらすじからどうぞ。当チャンネルはホラー映画好き VTuber が最新ホラー映画からマイナー映画に至るまでホラー映画の魅力を紹介するチャンネルとなっております。ホラー映画好きの方もそうでない方も少しでも楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。前作のテリファーではあらゆる非道な手段で人々を血祭りに上げていく不気味なピエロアートザ・クラウンがとある女性二人を標的にしてその二人が逃げ込んだアパートの先の住民たちも巻き込んでの最悪の一夜を描いた映画だったんですが、そんな一作品目から前作ではどうにかアートザ・クラウンを退けたんですけれども、今作ではそんな惨劇から1年後のハロウィンを描いた続編になってるんですね。で今回絶命したかに見えた連続殺人鬼アートザ・クラウンが死体安置所で息を吹き返して再び街に訪れ残虐性と冷酷さを増して人々に襲いかかるという映画になっています。今作での標的はですね、父親を亡くしたシエナとジョナサンの兄弟を標的にし、ハロウィンで賑わう街でまた一人また一人と犠牲者を生み出していく。そんなアートザ・クラウンとこの二人の兄弟の不思議な因縁を描いた映画となっております。こんな方におすすめというのが、まずはグロ好きの方におすすめですね。もうとにかく黒い映画なんでグロが好きな人はもう絶対見た方がいいと思います。痛々しいグロテスクさよりもコミカルなグロテスクさとかが好きな人の方が向いてるかもしれないです。次にユニークなキャラクターが好きな方、この作品はですね、アートザ・クラウンというキャラクターが本当にユニークな作品なので、もうそういった個性豊かなキャラクターを楽しみたいみたいな方にはおすすめですね。で最後に前作が好きな人、前作テリファーが好きな人はもう絶対見た方がいいですね。前作を上回る前作以上にこのアートザ・クラウンのキャラクターも含めてよりパワーアップしたテリファーとなってますので、もう絶対に前作好きな方にも楽しんでいただける作品になってると思います。今作は前作テリファーの続編になりまして、またあの惨劇からですね1年後のハロウィンを描いた作品になっているんですね。そんな中でやっぱり前作でも十分グロテスクで話題を博した映画なんですけども、続編ということでより一層の残虐描写マシマシでお送りする映画となっております。どれぐらい残虐かと言いますと、もう人の皮は剥ぐわ、頭は切り開いて脳みそ丸出しにするわ、火炎放射器は使うし、やりたい放題ですね。もうなかなかここまでやりたい放題にグロテスクな描写を描く映画は最近は少なくなってきているところで、かつちゃんと前作のこの作品の殺人鬼アートザ・クラウンの魅力もしっかりと抑えた上でパワーアップしたテリファーが見れる、そこがやはり魅力ですね。グロテスクな描写がありすぎて、もう血やら内臓やら顔が吹っ飛ぶ、肉片が飛び散る、そんなものがだんだん慣れてきちゃう、もうもはや笑えるシーンに見えてくる、ある意味芸術的なアートザ・クラウンの残虐性、殺人がよく演出されてますね。苦手な方は見ない方がいいと思います。
先ほど話した通り、今作は残虐描写、グロテスクな表現がもう土着そに入った映画でございまして、どれぐらい簡単に人が死ぬかっていうと、例えば主要人物は生き残るだろうなみたいなところとか、結局スラッシャーホラー、殺人鬼が人を殺すホラー映画でも、大切な人物や主人公の周りの友達だとかはある程度丁寧に殺されていったりとか、もしくはそんなに殺されなかったりとか、もっと言ってしまえばヒューマンドラマな部分があったりするんですね、最近の作品には。ですが今作では、この映画のストーリー、主人公たちにとってこの人は大切なんじゃないのみたいな人も結構雑に殺されますね。というか、アート・ザ・クラウンと対面したやつは大体死ぬと思っていただいて構わないぐらい人がすごい死にます。簡単に死にます。本当にコミカルと残虐性がここまで両立して共存してるキラーはなかなかいないので、素晴らしいキャラクターの個性となってますね。前作のテリファーでもアート・ザ・クラウンの正体というものはぼかされてるんですよね。どういうやつなのかわからないんですよ。ただの殺人鬼なのか、それともどういう能力を持ってる、特殊な能力を持った殺人鬼なのか、明確ではないんですね。そんな中でやっぱり続編になることで、今作ではその正体によりフォーカスを当てて少し深掘りされる展開があるんですね。プラスアルファでちょっとこの作品は通常の殺人鬼もの、スラッシャーホラーよりかはちょっとファンタジーというか現実的ではない展開が待ってたりもするんですよ。殺人鬼のアート・ザ・クラウンの殺し方は一切ファンタジー要素ないんですね。もう物理で殺しに来るわけですよ。そんな中で大事なところではファンタジー要素といいますか、物理的ではないちょっと不可思議な部分も含まれてたりするんですね。そこは今作このシリーズ、テリファーシリーズの中でいうアート・ザ・クラウンの正体を紐解く一つ鍵になってるかもしれないと思えるんですね。そういった点が前作よりもアート・ザ・クラウンの本質に近づく、正体に近づく一作品になってるかと思います。ということで本日はテリファー終わらない惨劇を紹介してまいりました。こちらの映画は6月2日に全国ロードショーされますので、ぜひとも皆様映画館に足をお運びご覧になっていただければ幸いです。それでは本日はここまで、皆様をお付き合いいただき誠にありがとうございました。